ロシア帝国の政治家。1872年に貴族の家柄に生まれる。父ニコライもロシア帝国上院議員及びロシア帝国国家評議会議員を務めた。サールス・コエセロー立裁を卒業後法学を学び、1898年に弁護士アレクサンドル・ポポフの娘エカチェリーナと結婚した。1904年にミンスク県副知事に就任し、 トゥーラ県副知事、ボログダ県知事を経て、1906年に、ニジニノブゴロド州副知事に就任し、同年に知事に昇進する。1911年に、首相県内務大臣、ピョートル・ストルイピンが暗殺された際に、グリゴリー・ラス・プーチンによって、公認の内省に推薦されるが、大倉大臣、ウラジーミル・ココチェフの反対にあい、また、ニコライセ世も、内省には、 若すぎるとして却下した。1912年に、オリオール州からドゥーマに出馬して当選し、1915年9月26日に、内省に任命される。フボストフの内省就任について、叔父アレクサンドル・フボストフは、就任に反対している。内省就任後、フボストフは、政府内での地位を確立するため、かつて自身を内省に推薦した。 ラスプーチンの排除を画策するようになる。彼は、警視総監ステパン・ベレトスキーや、聖職者のセルゲイ・トルファノフと共謀して、ラスプーチン暗殺を計画し、同時に、ラスプーチンは、ドイツ帝国のスパイであるという噂を流したが、1916年3月3日に、噂を流したことが露見し内証を罷免された。内証は、首相、ボリス・スュルメルが兼任することになり、 7月9日からは、おじアレクサンドルが内相を務めた。1917年に2月革命が勃発すると、ロシア臨時政府に逮捕されて、ペトロパブロフスキー要塞に収監され、ロシア臨時政府特別調査委員会により、公金横領の容疑で告発された。10月革命で、ボリシェビキ政権が成立した後、モスクワペトロフスキー公園でベレトスキーラタの、 帝国議会議員や聖職者たちとともに公開の重殺刑に処された。当時の関係者からは、肥満した体格とともに政治能力の欠如を告評された。JT、ファーマンザ・アントールド・ストーリー・ハット・エケレンスキー・ロシア・アンド・ヒストリー・エスターニング・ポイント・ P160 ・ファーマンザ・アントールド・ストーリー・ P164 から165ありがとうございます。